はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。女子のフリーです。はい、今挨拶を間違えてやり直しておりますよ。はい、今回は、はい、今回はいろんなタイプ真似してます。のセナマルケさんの真似します。今回はですね、で今回はね、はい、人の真似したところで進めていきます。はい、はい、今回はですね、HG、はい、機動戦士ガンダムクルスドアンの島、うん、RGM79 ジムスラッガー、はい、おおフリーさんに作ってもらって、はい、作りました。ミキシングビルドで、はい、ガンダム後期型の制作に入っちゃおうかな。おお、ついにやりますよ、うん、皆さん期待してたでしょ、うん、多分ね。で、まあ、ジムスレッガーはね、作りかけのやつありますね、はい、ね、これ改造してかっこよくしたやつね、超かっこいいね、いい、超かっこいいですね。脇が甘いとね、本当にね、人生失敗しますよ。大変で、早速、はい、このキットを作っていきましょう、うん、じゃあ完成まで筋肉ワークしますか。筋肉ワーク、はい、筋肉ワーク、ウリさんしたいですか。たいやきさんに対応しますか、見本を。それでは、すぐに完成まで、はい、ワープしません。はい、ウリさんに作ってもらいましたということでね、はい、2機目のスレッガーを下ろしました。はい、もちろんね、バリバリ、バリが残ってます。はい、バリだけに、うん。まあ、ウリさんにね、バリとか置いといていいですよ、はい、っていう話をしてね、はい、作ってもらいました。あ、まあまあ、何もね聞かないで作ったんで、レンズとかもはめちゃってますけどね、うん、はい、まあこれはめないでほしかったかなとは思いますけども。はい、言ってくれよ。はい、まあまあ、素体にするんで、ね、伝わってるかなってちょっと思ったんでね、ちょっと迷ったんですけどね。はい、まあ今回これをね、ミキシングビルドして後期型のガンダムにしていこうということで、はい、ミキシングするのはこちら。嘘ですよ、これ改造中なんでね。まあこれと似たようなやつね、まあ、要するにガンダムですね、うん、をミキシングビルドして、作ってまいります。はい、はい、ある程度パーツを組み替えましたというわけで、こんな感じ、はい、はい、ここをね、言ってたかな、どうですか。ちょっとね、 D ラボの方とおじゃおじゃなってるね。はい、ここをね、こちら側に変えました。まあ V 字がね、別パーツで黄色になってるんでね、はい、はい、で、腰回りはオリジン、ここのケースだけ変えたという感じでね、胴体もオリジン、はい、でバックパックはもちろんこれ後期型ガンダム特徴でもあるのでね、変えてみました。で型はちょっとね、ジャンクパーツで見つかりませんでしたのでね、もしかしたらまた新品キットを下ろさないといけないかもしれないのでね、はい、でここから頭のパーツを作っていくんですが、まあ、繰り返しになっちゃうんですけどね、頭のパーツ、体型もベストパーツね、ベストチョイスがこちらの方のロールアウトカラーの頭のサイドパーツ、はい、これ穴が指入んないか指入んないんでね、ちょっとあれですけどね、銀色でちょっとわかるかな、こう見えるかな、こんな感じで奥穴開いてるんですね、うん、ノーマルのガンダムだとまだね、こちらになりますけど、あ、折ってる、この野郎。あとで修理しておきましょうね。はい、ここ穴開いてないんでね、はい、もうね、なくす前に接着しておかないとね、はい、置いてるとね、パツンって誰かがね、上にパンってやってね、アンテナ折っちゃうことがありますので、ね、気をつけて。ということで、このサイドパーツの改造ですね、うん、やっていきます。もちろんこれ切り出してね、ヤスリがけとかはまあ動画外でやっておきますけどね、ある程度形組めるようにね、はい、できましょうか。この穴開いてるの、耳の横の穴開いてるのはいいんですけどね、うん、頭の後ろが穴開いてるんでね、これを塞がないといけないということでね、やってまいります。はい、まあ、ある程度安いでやっていきましょうか。まあこれオリジン系の見た目完成しちゃうと、どこを改造したか分かんないミキシングビルドみたいになってますけど、
やっぱりね、この新しいこのジムであったりとか、ロールアウトカラーも、このオリジンガンダム、最初のね、最初のというか、アレックス78の02ガンダムですね。まあ、発売された時よりも後に出てるやつなので、やっぱりこう、いろいろね、補填じゃない、回収。ね、こここうだったら良かったのになっていうのをね、このオリジンガンダム好きな方がおられて、多分バンダイのね開発さんにやってくれたんだと思っております。はい、あのうわ、なんで穴開いてないんだっつってね思ってましたんでね。でモールドはね結構甘いんですね、あの7802ガンダム、耳の横がねすごい、こう頭の後ろのここのね四角もあるんですよ。これもねモールド甘いんですよね。この辺を全て回収してくれてるのでね、すごくいいキットね。オリジンガンダムのノーマルというかね、あの前期中期みたいなのを作るときは、この頭とオリジンガンダムあれば簡単にねできるんじゃないかと思いますが、まあ穴埋めをしないといけないね、パテでもいいんですけど、まあ、パテをだいぶあまり、ね、プラパテは使いますけど、はい、プラガムって自分で名付けてるプラパテはね、うん、使いますけども、なるべく二液混合パテとか、ね、タミヤパテとか使わないっていうのが、あの後でねひびが入っちゃうことが多いですね。ひび、うん、が入ったり、まあ、隙間ね、はい、まあ、D ラボの方でもちょっと言ってますけど、うん、あのプロの方が作られた作例で作られたザニーとかでも頭のとこパテ持ってあるのが、うん、まあ、日々が入ってて分かるじゃないですか、雑誌で写真なのに、うん、写真で分かるってことは多分実物相当なものだね、割れてるんだと思うんですよ、うん、でそうなっちゃうとやっぱり色塗ってからそうなると悲しいでしょ、はい、なんでね、なるべくね、あのそういうことがないように、うん、やっていきたいなということでね、材料同じパテを作ればね、プラスチックであれば同じプラスチックのパテを作ればね、そのひび割れがもう少なくなる。でそして乾いた後は頑強に、ね、頑丈にくっつく、うん、で、まあ、なるべくねそんな感じでやっていこうかなと思ってますけど、まあ今回チャンク寄せ集めみたいになってますんでね、この頭の横のパーツもあれこんなとこ入ってたみたいな感じでさっき発見したんでね、もうちょっとでロールアウトカラーもう一個下ろすとこでしたんでね、ロールアウトカラーもなかなか売ってませんのでね、今売ってればね気兼ねなく下ろせるんですけど、まあそこら辺もちょっとね、あのまあしょうがないですよね。ロールアウトカラーオリジンガンダム相当好きでないとロールアウトカラーはこれがいいんだよって多分伝わらないんですよね。最近いつも言ってるでしょ、ロールアウトカラー、うん、もう本当にね、あとストック2個しかないんでね、はい、2個しかないのに1個使っちゃうともう1個しかなかったでしょ、ストックが、ストックが1個でも心配で夜も寝れない、ね、ほぼ寝ませんけどね大丈夫。まあね、ちょっとまあ何ていうんですかね、この穴開いてるバージョンを、はい、新しくね、うん、バージョン 2.0 とかで、うん、オリジンガンダムバージョン 2.0 HG みたいな感じで発売していただくか、うん、ね、今あのバラストキムのコツみたいなの入れながら何も説明しないで作ってますけど。まあ、このフルアーマーガンダム、はい、緑の方が分かりやすいかな、これあのこれ穴開いてるでしょ、強、うん、打しろこの、うん、これ使ってます。で、こちらの方の成形色生かしはもちろん切ったままなので穴開いてないでしょ、うん、せめてフルアーマーここ穴開いといてくれたらね最高傑作になったんですけどね、フルアーマーの中のガンダムが、ここがバンダイさんのいやらしいところで、最高のオリジンガンダム作ろうと思ったら、はい、フルアーマーガンダム、はい、そしてロールアウトから両方買わないと最高のガンダムならないね、体型は思うね、はい、
うん、バンダイのさ最高って思ってるかもしれないけど、うん、オリジンガンダム50機以上、オリジン系ガンダムでいうとも80機以上、はい、ね、ジムとかも含めちゃうとも100機以上、うん、オリジン系のガンダム系を作ってる体からするとね、これがベストだろうみたいなガンダムね、はい、なきっと1個でしといてみたいな、そうですね、2個買ったら大丈夫にしといてみたいな、だって1個最高のものできましたって、でも気に入らないのがもう1個できるわけでしょ、うん、それどうすんのってなったらもうねこうなっちゃうわけですよね、パチモンの種類にも限りがありますよね。次ガンガル行ったのかなみたいな思ってますけど、ガンガル、ガンガル、ガンガルね結構作りやすい、あガルダンやったかな、ガルダン、どっちやったかな、どっちかね作りやすいんですよ結構、うん、そういうの資料今集めてる最中なんでね、このアニメロボットが住み次第、うんうん、何か次にガルダンなのかドンなのかまこれねガンダム分かんない人ちかガンダムパチモン分かんない人にが言われても何それって思っちゃうだけなんでしょうけどね、うん、まあ、たい焼きぐらいの年代の人は多分ね分かってくれると思うんですけども、パチモンガンダムっていうとねもう、はい、あ落ちちゃう、奈落ですからねこの下落ちるともう二度とね下の引き出しを開けないと手に取れないという二度と奈落会えない、一時会えない、はい、一時あげる気が起きないみたいなねなっちゃうんで、はい、これなんで頭の後ろに穴開いてるんですか、これあの風が通るんじゃないですか、うん、漏れるでしょ、漏れるから、教育型コンピューター漏れるでしょ、なるほど、冷やすためかアンテナが後ろに突っ込んですよロールアウトはこの VG アンテナじゃないんで、あなるほど、無理やりね VG つけてますけど赤い部分はないんで後でどうにかします、はい、で、まあこれ組み立てる組み立ててからね、ここ今説明しようと思ったんですよ、はい、さっき言っちゃうから、あらごめんなさい、やることあらら先走っちゃった、うん、自分のチャンネルで言ってくださいね、そういうこと、何がですか、たい焼きモデルさ、そういうことじゃないですよね、はい、何がは、まあ、大人になってから終わってください、はい、で、これをねどっちかちょっと忘れましたけど、はい、つけないといけないわけですよ、うん、多分これでしょうね、はい、こんな感じ、アンテナが4本になるね、アンテナいっぱいあったら強いって言ってましたね、水星の魔女で、なんかめっちゃ受信できそうですね、宇宙からもね、うん、更新受信してるね今日もって言われてね、何、うん、その不思議ちゃん認定みたいな反対かな、いいか、どっちかどっちでも大丈夫、大丈夫です判定かなつけて悩んでるちょっとやってみましょうか、無理やりつけちゃったこっちな、切り落とさないように、危ないね、あちょうどいいわ最終切ったというかね、まあ、いい感じにはまりましたね、いい感じにはまったんでね、いい感じですよ、はい、同じようにはい、でもアンテナも残るじゃないですかこれね、なぜこれを入れてるかというと基部として穴を塞いとかないと縦を使うときに、まあ、ちょっと面倒くさいですよね、中にグニーと入っちゃうとかね、うん、あるんで、まあ、とりあえず成長で流します、うんうん、まあ、一応ねここね、で、まあ、こっちはちょっと取り出してるんで少し切ってからね、からこのオリジンガンダムのランナーで作ったパテね、うん、大気大好きなプラガモ、ガモも好きなんですよね、うん、プラガモも大好き、うん、食べはしないですけどね、ガモは食べません、で、うん、こんな感じで玉にしといて、うん、あくっつけていくと、はい、ね、こっちからいきましょうか、まあ、乾くまで待たないといけないんでちょっとね時間かかるんですけども、まあ大体このぐらいの量であれば11
まあ12時間といきましょう、12時間から17時間ぐらいの間で、まあ日によってね変わるって、うん、このプラガムのいいところ手でこうやって押してもくっつかない、うん、手にね便利ですね、うん、便利ですね。誰がノーズ調整したんでしょうね。天才ですね。天才作った人天才、ね、プラガムっていうとね、プラガムっていうかプラパテっていうとね、もうドロドロのやつ皆さん作ってるんですけど、うん、ドロドロのやつ作ってもあの中に入ってるもう接着剤です、溶剤ですよね、うん、乾いたら引けちゃうんで、うん、これほぼほぼね、あのこの硬さ見てもらうと分かるけど、ほぼほぼ接着剤入ってませんので、うん、ほぼほぼ引けませんのでね、こんな感じで作っておくといい感じになるんですね、うん、ちょっとこっち盛り上がってますけどね、はい、はい、こんな感じ、でまあちょっとはめときましょうか、乾くまでね、はい、で肩パーツまたね、後期型なので、はい、いろいろ、まあ、外側もあるわけですよ、うん、で、まあ D ラボ模型研究所の方をね、あの見ていただいた方は分かると思うんですけども、これ、はい、コアブロックみたいなの、うんうんうん、なんだか名前ちょっと違うんですよ、はい、コアファイターじゃないんで、はい、まあ、それっぽいやつをスクラッチビルドして、うん、一から作って、はい、この中に入れたいと思います。うん、で完成した時に入ってなかったら失敗したと思ってるけど、ね、もう失敗した時点でもう口に出さないようになるんで何事もこの最初の動画を見直して言ってましたよねっていうコメントは控えてください、まあ、とりあえずね、そのコアブロックが入る、はい、システムを、うん、次回うん、お腹なんかね作っていこうかなと思っておりますので、乞うご期待ということで、今回はねだらだら喋りながらやりましたけどもね、まあ あまり気にせずね、はい、モスクハン博士にね、うん、なんかやってもらう前に、うん、のガンダムだよって言い張ればね大丈夫でも入ってるんで ね一緒の時期にマグネットコーティングして、はい、一応の時期にこうお腹に入るのでちょっと言い訳としては苦しいんですが、まあまあ、あのね、見た目そうです、はい、うん、入ってますよって言って開けなければ大丈夫かなということで、ここら辺を塞いだりとか、はい、いろいろ、次回以降でやっていきたいと思いますよね、はい、いきなりの定番のオリジンガンダムの改造でも、うん、ちょこちょこお見せしながら新しい改造もお見せしながらという感じでやっていくと思います、はい、ぜひねオリジンガンダム集大成として、うん、見ていただければと思います。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、もう2つチャンネルになっております、たい焼き食べたい RC ラジコン動画ということで、本職のラジコンの走行動画、そして、ウリさんと一緒に D ラボも研究研究所ということでね、プラモデル作るふりをしながらのらりくらりやってるチャンネルもございますので、はい、ぜひそちらを見て楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。